この前 A111 レビンのゴムパーツをいくつか注文しようとしたんですけど、全部取り扱い中止になってました。オーナーさんのためにもそれについて報告してみます。ただ A111 レビントレノのパーツってタイミングによっては出たり出なかったりするんで、絶対ないとは言い切れないんですけど、まず最初に自分が欲しかったゴムパーツはこのカウルトップのゴムのシールです。で、部品番号とかはちょっと下の方に書いておきますね。これ見てわかるようにもう経年劣化でゴムが変形しています。まあ、これが一番欲しかったんですけど、もう取り扱い中止になっていました。続いて自分がね注文したパーツ、注文しようとしたけど取り扱い中止になってたパーツはこれですね。これカウルトップじゃなくて、これラジエーターですね。ラジエーターの上のなんていうんですかね、ラジエーターフードシールっていうんですかね、このゴムパーツです。これもねちょっと経年劣化でこう硬くなっちゃってるんですね。で、硬くなるとこういう風にねボンネットのビビリ音とかが発生するんで、やっぱ新品が欲しかったんですけど、これもね入手することはできませんでした。続いて これですね、このトランクのウェザーストリップ、これも取り扱い中止になっていました。まあちょっと数年前からねどうしても買いたかったんですけど、もうなかったですね。まあこれも経年劣化でちょっと傷んできてるんで、やっぱ新品欲しいですね。あとね余談なんですけど、以前うちの動画で交換したこれですね、トランクのプラグホール、これちょっと情報によるともう今は出てないっていう報告いただいたんですけど、あ、そうなのかなってちょっとびっくりしました。まあ、このパーツ、これらのパーツについては次にねディーラー行った時に部品が出るかどうか聞いておきます。はい、ではねちょっとねバイクうるさいんでここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。